日本一と日本二の景色がある島。僕は中学校の先生を辞めて日本一周する24歳。石垣島のおすすめ観光スポット6選。一つ目はカビラ湾。ここは日本百景にも選ばれている絶景スポット。晴れていたら船が浮いて見えそう。二つ目は八重山ヤシ群落。八重山ヤシは国の天然記念物で世界で最も美しいヤシと呼ばれているらしい。静かな空気でマイナスイオンドバドバで2秒前に怒っている人も入った瞬間笑顔になるのは間違いない。三つ目は米原ビーチ。石垣で一番綺麗なビーチと言われているらしい。遠浅の海なので半パンで奥まで行けて最高。四つ目はシーサー農園。個性的なシーサーがたくさんいてインスタ映えすると SNS でも話題らしい。五つ目は平久保崎灯台。日本一周の途中で今のところここが一番の絶景でした。最後はマーペー。のそこ岳という山で通称マーペー。8号目まで車で行けるので15分ほど歩くと山頂に行ける。ここは日本で2番目の景色でした。マーペーの意味はコメント